はい、どうも、チョコエッグの和吉です。はい、まあ、ここにあるディズニーはちょっと関係ないんですけど、今日はこのマリオのシリーズで、はい、ドーン、ボックスと3箱。はい、いろんな店を探して、またね、ちょ半額の店ね、ないかなと思って、まあ、その系列の、スーパーかなんかの、別のところにある場所の、同じ系列のスーパーに行ったら、案の定、半額で売ってましたよ。だから、あるだけ買ってきました。はい、こんな感じで。だから全部で13箱ね、買ってきました。もうね、もうこんだけ買ったら、もう多分、シークレットは、ちょっとわからないけど、シークレット以外は多分絶対出ると思う。前回のポケモンも、だいぶ開けて、メガンバシャーも、シークレット以外は全部出たから、まあ、こんぐらい買えば、多分、あわよくば、うまくいけばシークレットは出るかもしれないけど、まあ多分全種類は多分揃うと思うよ。もうそろそろ。うん。ということで今日は13箱開けたいんですけど、もうちょっとさすがにね、チョコエッグはポケモンカードと違って結構時間がかかるから、前後編に分けます。なので、13個あるから、7、6で、開封したいと思います。なので、7、6、前半で7個、まあ、開けたいと思います。よろしくお願いします。では早速1個目。開けていきましょう。はい。いや、まあ、シークレット以外はな、まあ、出るわ、絶対。これはまあ、多分、出るでしょ、普通に。こんだけ買ってるからね、もう、今までの何個 ?14個開けてるから、もうそろそろ出なきゃおかしいよな。はい、ということで、もう割れてるし。はい。では、いきまーす。はい、1個目です。あー、はいはいはい、クッパの妹分が出ましたね。はい、まあ、これはマリオのね、あのチョコエッグはまあ比較的組み立てやすいですね。うん、あれこれ違うよな、絶対違うよな。あれ、こうででもこれはね、特に組み立てづらい。甲羅がない。甲羅、これか。はい、前回ちょっとディズニーのね、ディズニーシリーズを開けたんだけど、ドナルドと、アナ雪のアナと、あと、カモノハシがね、かなり組み立てづらかった。ポケモンのイベルタルとか、そんぐらいの組み立てづらさですよ。これ、ちょっとあれなんでハマんない。はい。なんだこれ。あれ、これ頭かな。これクッパの妹分だよな。だよな、そう合ってるよな。あれ、これで合ってんの？あれ違うよな、これ。あ、これ、やっぱね、不器用だから、ちょっと組み立てるのは、ちょっと苦手ですね、やっぱこれ。よっぽど簡単じゃないと。はい、できました。はい、よかった。こんなしょぼいやつでも時間がかかるからね。はい、こんな感じ。やっぱ、クオリティは高いね。やっぱチョコエッグ、様々ですよ。はい、ということで、じゃあ2箱目、開けます。もうだいぶ開けてるね。もうチョコエッグにどっぷりハマっちゃって、多分チョコエッグで自己破産するんじゃないかなっていうぐらい、もう今最近はチョコエッグとポケモンカード買ってます。はい、それがちょっとした生きがいなんですよ、本当に。あれ、割れない。ああ、割れた。割れてる。はい、では行きまーす。マリオが出てほしいよ、マリオ。ああ、よかったよかった。ああ、よかった。でもよかったよかった、比較的簡単でよかった、本当。もうこれは簡単だな、こんな感じで。あれ、合ってるかな？合ってるね。合ってる合ってる。こうだ。あれ、あーし、はい。てなわけで、なんだっけ、これ、なんていう名前だっけ。あ、スノーサンボだ。スノーサンボ出ました、2個目。はい。じゃあ、3箱目ですね。はい。いや、そろそろもちょ、マリオが出ればいいんですよ、ほんと。マリオが出ないから、マリオ、ルイージが出ないから、全然気が乗らないんだけど。ほら、もうコツがつかめた。チョコエッグのコツがつかめたよ。お、バタテンテン来た。バタテンテンの、青が出た、やっと。ずっとね、このピンクじゃないか、オレンジしか出なかったんだけど、こんな感じで。オレンジしか出なかったんだけど、やっと青が出たよ。しかも、バタテンテン、もう完成してます。もう、あと、ちっちゃいなんか棒、これ。これに、組み立てて、あれ、はめて、はまる？この穴が分からんな。穴にはめて、で、刺すだけ。うん。すげえ簡単。
よかった、色違い出て、うん、これでこの色だったらもうぶん投げてたよ、うん、今3箱開けたから4箱、あの箱に突入しますよ。つうかね、なんかね、このフィギュアがね、なんかたまに塗装したてでなんかドロドロっていうか、なんかベタベタしてる時にチョコエッグ触って、そのチョコエッグ触った手でチョコエッグ食ったから、なんか口の中がね、なんか変なんだけど、なんか違和感があるわ。やっぱ中国製だから、なんかあんまりちょっとね、これこれこの箱のこのカプセルも中国製だからちょっと危ないっすね。なんか口の中がなんかあのおもちゃの変な味がする、ほんとやだ、やめてほしいわ、ほんと。あ、ルイージ来た、よかったー。めっちゃ今めっちゃ勢いよくあの足が出たけど、あ、よかった、ルイージ、ルイージならいいんだよ、ルイージなら。ルイージはあと何個でもいける、4個とかで出てもいける、いける。あれ、これどうやって、あ、でもね、ルイージなんかちょっと意味不明なあのポーズ撮ってるから、ちょっとね、ちょっと困りますよね、こういうの、ほんと。近、お、はまるか、あれ、あれ、これどういう仕組みだ。 あ、ここにあるから、ちょっとここにあるから手本になるな。よし、どうだ、こうだ。組み立てづらいな、結構組み立てづらいですね。でもね、マリオとかルイージとかこういうなんか細かいやつとか結構手がかかりそうなやつは結構出にくいっすね、やっぱ。その点、あのバタテンテンとかはやっぱ簡単、手抜きだから出やすいんですね。はい、まあ、大人の事情だね、大人の事情。あれ、あれ、これどうかな、あ、こうかな、こう、うん、合ってる、よし、合ってるよね、これで。まあ前にもう一個出てるから、まあ、それ見てやってるけど、あれ、はまんないんだよね、こっちかな、あれ、はまんない。やべ、ちょっと、不器用なんだよな、俺。めっちゃ不器用。もうほら、もう、手先が器用じゃないんだよ。わぁ、もうな、滑る。で、手がでっかいんだよね。手がでっかい。まあ、言い訳になっちゃうけど。あれ。あ、腹つった、腹つった、やべ。今、変な体勢でやったから、腹つったわ、やべ。あれ、全然はまんない。あれ。あれ、これで合ってんのかな、逆な気がするんだよね。逆な気が。あ、こっちか、こっち。ごめんなさい。やっと気づきましたよ。こっちだよ。あれ、こっちもはま、あ、よかったよ。こっち、こっち。なんで俺ちょっと頭悪いな。はい。というかで完成しました。すみません。ルイージで手こずらせてしまいました。すみません。多分、編集でちょっと早くなると思うんですけどね。はい。よし。おい、ルイージ。よかった、ルイージ。あ、ちょっとなんかね、変な体勢で開封したから、ちょっと腹がね、よじれたっていうか、なんかちょっと腹筋つぎました。はい。よし、じゃあ5箱目です、5箱目。あと2個。あ、あと3個だ。はい。もう数も数えられなくなって。うえ、チョコエッグ食いすぎた。はい。よし、じゃあ、マリオ志願、マリオ志願。よし。えい。では、マリオお願いします、マリオ。よし。お、ふざけんなよ、おい、ま。組み立て安いけどさ、ワン、ツー、サンで、ワン、ツー、サンで、あれ、ワン、ツー、サンで組み立てられるのはいいけどさ、ちょっとバタテンテン4個目はないな。バタテンテンでした。はい。ショックですね。はい。あ、よし。では、6箱目。6箱目っす。一応マリオなんで出ないのかな、シークレットが出てマリオが出ないっていうパターンはちょっとやめてほしいよ、ほんと。よし、はい、これはマリオかな。いや、これ絶対バタテンテンだよ、もう答えだもん、バタテンテンですよ多分これ。あれ、はい、お、キノピオだった、キノピオだった。あ、まあ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 、バタテンテンで思い込んでたから、まあまだは。これやばいな、これ絶対なくすだろ、このちっちゃい破片、これ絶対なくすよこれ。ああ、まあバタテンテンと思ったからね、まあだいぶね、あの気持ちのあれ持ちようがね、だいぶ変わったけどね。何言ってんだ俺。はい、よかったよかった。まあキノピオならまだ。あれあれ、はまんね、こっちか。あ、こっちだ。はい、こっちで合ってんのかな、キノピオ。これはもう何個も持ってるね。何個も持ってる。よし。まあでもまだたくさんあるしね。まあ出ないとも限らないからね。やっぱりまだちょっと、まだ頑張りましょう。はい。
あれ、はめづら。よし、はい。よかった。はい。キノピオが出ました。じゃあ、今日のラスト、1、2、3、4、5、6、7。7個目です。はい。出るかな？ちょっとマリオ出てほしいんですよ、ほんと。次回につなげるため、次回へのモチベーションを、まあ、つなげるためにもね、やっぱちょっとマリオ出てほしいです。いでよ、マリオ。いきます。あれ、ちょっと邪魔だな。よし、マリオ行け。マリオ来い。マリオ行きますよ。お！わかんないなぁ、さっき。マリオ、マリオ、お願いします。マリオ、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 おい！ふざけんなよ、サボテンかよ。サボテンだっけ、これ。サンボだろ、サンボ。サンボだよ、サンボ、出るようになって、いきなりサンボがね、しゃしゃるようになっちゃったね。うん、はい。まあ、サボテンが、サボンが出ました、はい。まあ、簡単に組み立てられちゃ組み立てられる。お、よし、はい。てなわけで、新しいのは、バタテンテンの青でした。はい。まあ、ちょっと、次回にもう期待するしかないですね。残りの6個に。もう期待するしか、もうないようですね。はい。ということで、次回のね、6個もお楽しみください。楽しみに待っててください。ということで、まあ、ご視聴いただき、ありがとうございました。次回頑張ります。よろしくお願いします。